さん、はい、まずはホームアルビレックス新潟ですけれども、はい、どの選手に注目していきますか。やっぱりねこの何試合か点が4試合で1点でしたっけ。そうです。これやっぱり前線のね、はい、矢野起床あたりに、期待したいですよね。先制アシストの内田からヘッドの特シュート、矢野起床、今のは決めないとダメでしょうね、あの松下が前でうまく潰れて本当にフリーでしたからね、枠の中に入れればという場面でした。この内田もいいボールになりました。相手に当たっていいボールになって、松下が潰れて、もうこれはね、はい、ダメだね、決めないと。もうキーパーも菅野ももう一か八か出てきてるんで、手と足を広げるしかないという、はい、あの枠の中にこうポンって蹴ればね、はい、どちらにこぼれる、柏にこぼれそうだ、いや新潟です、オレンジのユニフォーム、一旦ためをつける、うまい。さあ前線2人の選手、ディフェンス2人、矢野起床か、打てるか、打ちたい、右足シュート決まった、ゴール、ツートップ揃い踏み。いや今ね矢野起床うまかったですね、はい、あの右足で蹴るかと思ってうまくこう切り返して、でなんだろう、右のアウトかなんかで蹴ったような感じでしたよね、はい、後半の6分新潟が追加点2対0。後半の5分、まあ、でも今のもね、はい、レースのカウンターですよね、マルシオ・リサルティスがやっぱこううまく抜けて、はい、ここでこのドリブルも良かったしパスも良かった、これで切り返して右のアウトで蹴ったんだ、アウトサイドですね、はい、まあ、あのぐらい落ち着いて蹴ればね、はい、前半の終わりの時の方がもっと簡単でしたけどね、はい、です。アレッサンドロ、アレッサンドロ、右足シュート、矢野じゃないですかね、後ろから来ていましたね今ね、また右のアウトで行こうとした感じですね、はい、やっぱりマルシオ・リサルですがこう起点になってますけどね、今のも非常にいいシュートです、まあ、よくないです、良くないですか、良くない、枠に行かないといけないですよね、はい、右のアウトじゃなくて今は左足 で、なるほど、はい、やっぱあれをしっかり枠に持っていくことですね、距離のあるフリーキック、速いボール入れてくる矢野起床、枠に行っていました、今のは難しいヘディングでしたけどね、ダイビングしながらバックヘッドのような形ですね、おーっと菅野がよく弾き出しました、まあ、途中交代にはなりましたがアレッサンドロ、矢野起床、今日のツートップは2人とも素晴らしいですね、良かったですね、特にフォワードがそれぞれ1点ずつというのはこれは意味があるんじゃないですか、フォワードというよりも、やっぱりマルチョ・リシャルですがコンディションがいい、はい、アレッサンドロもいい、矢野起床も よくなれば、はい、その3人あるいはその周り本間とか松下も含めてね、点を取るだけの力ありますから、はい。